フィールドに向かっていきたいんですけど、試合のキックオフが15時45分なんで、今時間が11時なんで、まあ、ちょっと時間あるってことで、なんかお腹空いたしご飯でも食べに行きたいと思います。行ってみよう。はい、今ホテル出てアンフィールドのスタジアムの近くまで来て、ちょっとお腹空いたんでご飯買いました。サンドイッチ、ハムとチーズの。これ食べながらちょっと今日のリバプールについて語っていこうかなって思います。とりあえずいただきます。めっちゃ美味しい、やばい。クロップ監督は9年間リバプールの監督してて、もともとめっちゃ弱かったリバプールを今のね強豪まで立て直してって、プレミアもねチャンピオンズリーグも果たしたっていうすごい監督なんだって。でもシティのペップ監督が世界で1位の監督みたいだから、今日はそのなんか良きライバル的な監督同士が対決だから、多分すごい注目されてる試合だから楽しみです。そんなにもすごい試合だから今日来れたのめっちゃ嬉しくて、しかも日本人選手がいるっていうね。なんか電気ついた。プラスシティの私の推しフォーデンとかねいるから、もうめちゃめちゃ楽しみ。あと YouTube がねすごい伸びてくれて1万再生初の、めっちゃ嬉しい。もうありがとうございます。なんかいろんな意見があると思うけど、みんなねすごい嬉しい言葉をコメントしてくれて、めっちゃ頑張れるし、そういうの超嬉しいから、なんか本当に編集とかも結構大変だけど、でもそれよりもコメントでしてくれる嬉しい言葉がすごい心に刺さるっていうか、あーなんか頑張ってよかったなって思うから、みんなに本当に助けられてます。だから今日も試合終わったらすぐ編集して、また日本時間の夕方から夜ぐらいには出せるようにしたいから待っててね。てかこれ美味しすぎ、マジやばい、びっくりするぐらい美味しい。今ね試合の4時間前ぐらいなんだけど、めっちゃ人多い、みんなお酒飲んで盛り上がってる。ちょっと見てみて、じゃあ今から会場向かってユニフォーム買って、また中の映像とか撮っていきたいと思います。はい、今からアンフィールドスタジアムの中入っていきたいと思います。ね、結構雨降ってるから多分めちゃ濡れると思う。今日の試合屋根がないとこだったら結構みんな元気だね。すごい熱い試合だから、だってシティ VS リバプールやばくない？普通に考えてやばいんだけど、テンション上がってきた雨だけどテンション上げていかないと。こういうのがいいよね、海外はさ周り気にせず歌っちゃう。あ、ここです。とりあえず今日もユニフォームないんで、まずユニフォームを買いに向かいます。ショップありました、こちらです。でかい、混んでそうだな、やばくない？3時間前でこの人、あ、こっから入れるかな、みんな雨宿りかな。あ、結構並んでるね。ショップの方に並んでいきます。すごい、やばくない？あれ写真でできてる、すごいわ。おー広っ、めっちゃ広い。とりあえず今日も赤いユニフォームは欲しいから、遠藤選手の赤いユニフォーム買っていきたいと思います。なんかこっちの方良くない？こっちの模様の方かわいい。はい、今回の値段はね 114.95 ポンド、約日本円で21,500円ぐらい。めっちゃ高いね、人気なのかな。てかサイズ M ない、どこ？おー、え、L、L、No L、M、No M、Small and S、 S か 3L とかしかないみたい。とりあえず S 買っていきたいと思います。緑も可愛い、え、帽子可愛い、見てあの茶色めっちゃ可愛くない？上行ってみるか。え、緑の帽子可愛いかも。お、すごい、上もめっちゃ広い。あ、上でネーム入れてくれるんだ。これ昔のユニフォームがいっぱい並んでるみたい。おお、え、黄色、めっちゃ黄色、あんなのあったんだ。見てこんなもん、すごいよ。歴代の選手たちかな。この帽子めっちゃ可愛い。え、白良くない？でかくない？でかいよね。え、茶色めっちゃ可愛いって。茶
茶色めっちゃ可愛くない？茶色かニット帽で迷います。ちょっとスケボー感出ます。スノボー感出ます。キャップにするか。この茶色にしよう。これ買いたいと思います。お、見て見て、バス、リバプールのバスだよ。これ絶対子供とか嬉しい。こんなん子供の時もらったら嬉しかったよね。チョコ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 なんだけど、これを食べたい。え、見て見て見て、めっちゃでかい。ほら手のひらサイズ。でもめっちゃでかいよねすごいすごい、いっぱいあるよ。ほら見て、かわいい。ワンちゃん用のタオル、ワンちゃんのものまで売ってくれるんだ。え、見て、ほら、エアポッツの入れ物とか、エアポッツケース、ペンとかライトとか、すごくない？じゃあとりあえずこれ並びたいと思います。これ紹介し忘れてたんだけど、25ポンドだから日本円で約4800円ぐらい。帽子ってそんなもんじゃない？でもすごい可愛い。これマフラーと悩んだんだけどね、ちょっと混みすぎててあんまり歩けないし。はい、今買ってきました。結構時間かかりました。30分40分ぐらいかなかかって、やっと T シャツに名前入れてもらって買うことできました。じゃあ今から返信します。たらー、着替えてきました。可愛くない？帽子買ったのは雨が降ってるから濡れないように。これはユネス、遠藤選手のやつにしようと思ったらもうありませんって言われて、多分なくなっちゃったのかな、多すぎて。だから次に私が推したい選手はユネスだったのでユネスにしました。ということで今から会場に入っていきたいと思います。すごい、見て、なんか煙、めっちゃ煙、めっちゃ臭い、花火みたいな匂いする。やばいやばい、多分選手が降りてくるのに履いている。今から会場入ります。今向かってます。 U の7だからここ V。 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU T の次だ、 U。こんなさ、アルファベットもわかんない人が海外に来たら、それ英語もわかるわけないよね。こっち人やばい。いいよ。あ、Thank you。入れました。今中に入れたんで席に向かっていきたいと思います。U の7、63の191。もうさ、やばいんだけど、雨びしょびしょです。めっちゃ上だ。お、ここじゃない？すごいすごい。 U の7だから高級でしょ。上だから屋根あるじゃん。やばい、見えてくる。スタジアム入ります。お、屋根しか見えない。イーグー来ました。え、でもめっちゃ見やすい、めっちゃ見やすいかも。こっち席探そう。63の191。え、めっちゃ見やすいよ。でも遠いけど見やすい。すごい。え、ナイキのマークとかあんだけど、ナイキ、あっちナイキ。てか1時間前なんだけど人全然いないね。とりあえず試合まで待ちたいと思います。今日ね、世界ワールドクラス級の4人がリバプールいないらしくて、まずキーパーのアリソン・ジャン、あと最高の攻撃力を持つアーノルド、あと中盤の天才魔術師チアゴ、あと必殺仕事人ジョタ、この4人がいないし、プラスサラは怪我明けでコンディション良くないのと、ロバートソンがスタメンじゃないのかな。サラーもロバートソンもスタメンじゃないから、本当にリバプールはアンフィールドみたいな。それに加えてシティはほぼフルスタメンだし、怪我でいないのはグリーリッシュだけだから、結構本当にどうなるんだろうって感じ。でも今日本当に熱い戦いだから絶対勝ってほしい。めっちゃ歓声でかくない？今までで一番だよね。
えぐいわこれ。実力が半端ないサポーターたちの、普通さなんかゴール後ろとかのやばい、I'm gonna make you mine.
今からキックオフ考えられない。本当にやばい。キックオフしました。もう最悪、試合始まる前に。確かディフェンスとオフェンスがかなり形変わるんだよね。でそれをできるから強いって言ってた。よし、ナイスキーパー、ナイスキーパー、オッケーオッケー。ちょっとニュネスに1点決めてもらいたいよ、私は。よしよしよし、ナイスナイス、オッケーオッケー、いいよ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 、走れ、ニュネス、ニュネス、かわいい。エンドをクリア、ナイス。こんだけさ、応援されたら頑張れるよね。エンドすごいな。おい、ニュネス。ニュネス。おー、いけるか、いけるか、いけるか、うまい、うまい、うまい、惜しい、惜しい、かわいい。誰か倒れてる、誰か倒れてる。誰か倒れてる。ヌネスじゃない、大丈夫、なしたんだろう今日なんか。今のコナーブラッドリー84番、めっちゃうまかったね。うまいな84番。いいよ、
しよ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 し、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね、いけ、デブライネかな17、デブライネのコーナーキック中だったら、前半終了してハーフタイムなんですけど、前半の試合内容としては1対0で今負けてるんですけど、内容的にはめちゃめちゃ良くて、特にね遠藤選手がすごすぎる。やっぱ中盤でカットしてくれることによって攻める回数が何回も増えてるし、かなりゴール前がいい状態になってるんで、あと最後の一歩でね決めてほしいです。だから後半逆転をお願いしますなんかこのアンフィールドってロスタイムに逆転が多い会場で有名らしくて、だから後半のね最後の最後まで粘って2-1でいいんで勝ってほしいなって思います。にしても遠藤選手、日本人選手がねこんな大勢に応援された中で活躍してるのが本当に嬉しいです。日本人として誇りを持てるって感じ。まあ、とりあえず後半も応援していきたいと思います。後半スタート。よし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 、いいよ。
スタ。最高のパスだった。行け、ヌネス。おー、いい。さすがにないよ、ルイス・ディアス。日本も同じことしないで。いい形作れてるんだよね。どっかでは絶対決まると思う。サラーとロバートソン、うん、まっ、エンド、うまくれ。そこ機能しないとさ、周りいいのに。
行け、もう一人で行け。すごいすごい、おお、すごい、ロマッソン。行け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 、ルイス・ディアス挽回しろ挽回。いいよ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 、よし、いいよ、いいじゃないか、いいんだよそういうの、いいんだよ、よし、いい位置、バカいいとこにいる。オッケーオッケー、好きになりそう。一人でコートの端から端まで走ってるもん。ナイス。行け行け、逆に走れ逆に。なかったことぐらいすごいよ。いけ。バックの78番が21歳のクアンサーって選手なんだけど、コナテって選手がなんか間に合わなかったらしくて、21歳の経験浅い子にこの大事な試合をセンターバックで任せたんだって、クロップ監督が。エンドエンド、え、今のはやばない、パス。いけー。ロマッソン。試合終了。1対1でした。ホテルに預けてたんで帰ってきて、あと今からね、なんとロンドンに向かわなきゃいけないんですよ。ここから新幹線で行くんで、あと30分ぐらいあるんでちょっと待ちます。今日の試合なんですけど、1対1で引き分けでした。なんだろう、今日のまず私が見ててリバプールの MVP は遠藤選手とエリオット選手かな。エリオット選手はめちゃめちゃ運動量がすごかったなと思って、コートの端から端まで走ってて頑張
しててすごいなって思ったし、遠藤選手はうますぎた。中盤の選手があんなにねディフェンス頑張って取ってくれたら攻撃にもつながるだろうし、ここもすごいなって思って、逆に言ったらシティはやっぱりその最終ラインの強さかな、ゴール前がすごい強いなって思って、まあ、リバプールの最後決めきれないのもあるかもしれないけど、その分のなんだろうディフェンスの強さもあるのかなっ って思いました。あともう最初の合唱、あのサポーターたちが一丸となって歌う感じがもう本当に心に響いて涙が止まりませんでした。本当になんか人生で一回はなんかサッカー好きな人なら絶対に見てほしいなっていうか、感動しました。こんなすごい愛されてるリバプールのチームにまず日本人の遠藤選手がいるっていうのもすごいし、そこに行けたっていうのも本当にありがたいことで、まあ、本当に良かったですって感じでした。明日はチェルシー VS ニューカッスルの試合があるんで、そこに向けてまた編集を頑張っていきたいと思います。またねー。